さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日は前夜祭ガチドラフィーバー解説していこうと思います。今回のイベントについてですね、まだ知らない人もいるかもしれないんで一応話しておくと、今回のガチドラフィーバーっていうイベントは、誰でも王冠というですね、名前の左側についてるやつですね、これがもらえるイベントとなっています。はい、でですね、しかも報酬が 0.1% から 10% に入ると、王冠とイベントメダル虹8枚と、30% 以内でもイベントメダル虹が8枚もらえてね、特に初心者の人ってね、イベントメダル虹ってあんまり手に入れる機会ないと思うんですよね。なので、ぜひともこの機会にやってほしいダンジョンとなっています。はい。で、スコア条件は999,999点ということで、まあ大体パズル上手い人ならね、1回2、3万点は確実に取れるので、で、運がいい時に6万とか乗るんでね、簡単に完走は狙えると思います。はい、1、2時間あれば十分、2時間ぐらいあれば十分狙えるかなって感じですね。はい、という感じですね。しかも累計スコアでガチャももらえて、まあまずね、やる気がない人は絶対に1回はプレイしてください。必ず1回はプレイしてほしいし、なおかつやる気がある人は絶対に王冠狙ってほしいっていうね、やればやるほどお得なダンジョンとなっています。しかもね、これ完走した後もね、報酬が美味しいから報酬狙いで周回できるんですよね。そんな感じのめちゃめちゃ美味しいイベントになっています。今日はこちらの立ち回り解説やっていこうと思います。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあやっていきます。まずはコンボ狙いの立ち回りからやっていこうと思います。はい、うお、なんだこの光ドロップの量すげえな。序盤に関してはレベルを上げていきたいんで光ドロップは消したくないんですが、これ盤面にすでにもう光ドロップが10個あるとかでとんでもない盤面なんで、まずは1回こんな感じで光ドロップ以外を消していきます。はい、でレベル1個ぐらいは上げたいかな、せめてスキルなしで。でこんな感じでレベル上げると、はい、あ、上がらなかったわ。はい、これで上げますと。でそしたら次ね、光消すために右側見てもらえれば分かるんですが、ドラウンジョーカーを打ちます。はい、対応してますね。でなおかつあとはこんな感じでバインド回復を入れてあげて加点も取っていくという感じ。これでレベル上げしていきます。これで OK かな。で、レベル上げていきましょう。でね、この道中では、常人とフレアドラールですね。他の属性の回復生成っていうのは、もうガンガン打っちゃって OK です。これ打つメリットとして、まず指がね、安定します。回復増えるんで。で、なおかつ、あとね、シンプルにバインド回復加点も取れるので、こんな感じで2000点とかガンガン取っていけるので、打っちゃって問題ありません。で、後半に関しては、コンボしかしないんですよ。なので後半でこのスキルを打つ隙はあんまりないので、もう序盤で他の指定色、あの指定色以外のね、回復生成スキル、ドラウンジョーカーもしくは、フレアドラールとか常人とかそういうのはガンガン打っちゃって OK です。でここもバインド回復組んでいってあげて、スキル発動終わったらあとは全力コンボしていくだけですね。はい、目安レベル4かレベル5ぐらいから全力コンボしていけばいいし、もしくはもうスキル発動終わったタイミングで基本的にいっちゃって OK です。はい、ただまあ今回の場合、まだね、ベルナンディが残ってるんですよ、そうスキルとしてね。なので、よいしょ、ちょっとコンボしつつも、こんな感じで光残してあげて、うぃー打っちゃいましょう、じゃあ、ベルナンディ次。じゃレベル1個上げますね、これ。こっちコンに支配されてる気がする。7、50、OK!で、ここでベルダンディ打っちゃいます。で、光消してあげて、またしても全力コンボしていきます。でも、こんな感じで、いつスキル打つかややこしいみたいなことしなくてもね、もうガンガンスキル全部ぶっ放しちゃって、あとは全力コンボが一番楽なんでね。はい、ここからはもうひたすら全力コンボしていきます。でね、落ち込み一発来るだけでめっちゃスコア伸びるんで、本当に落ち込み頑張って読んでください。15コンボとか16コンボとか来れば一気にスコアバーンと伸びます。逆にね、13コンボぐらいまではまだまだ伸びないので、どれだけ落ち込み呼べるかのゲームですね。でね、でもそんなにあんまりね、気にしなくて OK です。結局何回もやってれば絶対落ち込み来るんで、あんま気にせずね、落ち込み来たらいいなぐらいの感じでやっちゃってください。そうすればいつか落ち込み降ってきてると思います。はい。ただ動画はちょっとこれ一発撮りなんでね、ちょっと正直なんとも言えないですね。さあ、8コンボ。これで落ち込みバーンって来てくれたらでかいんだけどな。光の落ち込み降ってきましたね。ただこれでも2万7000点ぐらい出てるんで、まあまあスコア出てるかなって感じです。序盤は指定色以外で回復作りまくりながら、はい、こんな感じでバインド回復してあげれば加点も取れる。で、なおかつあとは指定色を消さないようにしながら、レベル上げしてあげて全力コンボするだけ。めっちゃ簡単っすね。はい、もう特に気にせず立ち回っちゃってください。こんな感じがね、パズル狙い立ち回り、コンボ狙い立ち回りですね。ただこれある程度のパズル力が必要なんで、こっちはちょっと難しいかなって感じです。じゃ続きまして、加点狙い立ち回り紹介していきます。じゃあ続きまして、立ち回り2つ目、加点狙い立ち回りですね。こっちの方が圧倒的に楽なんで、
まあ、困ったらこっちの立ち回りをおすすめします。序盤はもうひたすらバインド回復を組みながらレベル上げていくだけですね。さっきの立ち回りとの違いとしてはあんまりね色の意識はしなくていいよ。とにかくバインド回復ガンガン組んでいっちゃってください。はい、で次木なんでもうサリア塗っちゃいます。この対応してるね表を見てもらえれば分かると思うんですけど、木の場合はサリアと、フレアドラルがいますよね。なのでもうこんな感じで打ってあげて、またしてもバインド回復組んでいきます。でこれで1000点加点取れるんで、もうどんどん1000点加点取っていっちゃってください。で、ここに関してもよいしょ、こんな感じで加点取ってあげて、なおかつ木ドロップ増えてきたんでフレアドラルも打ちます。はい、でまたしてもバインド回復を組んでいくと、対応している表のスキルを打ってあげて、なおかつバインド回復取っていってあげれば OK でね。今回の場合でいうとブラウンジョーカーと常人が余ってると思うんですけど、これも全然打ってあげて OK です。もう序盤とにかくバインド回復し続けるだけですね。さっきの立ち回りとの違いとしては指定職なんか全然意識しなくていいこと、とにかくひたすらバインド回復していってください。こんな感じで、これが終わったらもうこっから一生全力コンボしてあげれば OK です。今回なんかめちゃめちゃスキルの周り良くても、気づいたらレベル5か、レベル5ですけど、まあ、実際まあこんぐらいは上がるのかな、レベル4ぐらいはなってると思います。そうすればあとは全力コンボするだけですね。さっきの編成と比べるとね、ストレスがめっちゃ少ないと思う。もう一生ただただ組んでいくだけだから、指定職とか気にせず。はい、でちなみに木の上の加点はねたった200点なんで、まあ、あんまり組む必要ないかなって感じ。バインド回復は1000点だからね、1000点はちょっと組んだ方がいいかなって感じです。僕もこんな感じで組んでいきます。もう一生コンボ組んであげて、一生加点狙っていきます。落ち込む全然降ってこねえし、ふざけんな。まあ、だから序盤はバインド回復でスコア狙って、後半はもうひたすらコンボしてあげてスコア狙っていくって感じですね。めっちゃコスパいいかなと思います。お、14コンボいいですね。32000点、落ち込んのっちゃったよこっちで。めっちゃ楽ですよね。だいたい時間もね、さっきのやつが3分ぐらいかかってるのにこっち2分ぐらいなんですよね。だからすっごい効率も良くて、なおかつね落ち込むのればスコアも出やすいしね、すっごい楽な立ち回りなので、ぜひこっちを使ってもらった方がいいんじゃないかなとは思います。でさっきのコンボ狙い立ち回りに関してはね、もう本当にね毎回毎回のアベレージがすごい高いので、石を温存したい人は絶対にコンボ狙い立ち回りがおすすめ。逆にね石とか別にいいよ、楽して王冠取りたいよって人は絶対にこっち使ってもらった方がいいんじゃないかなと思います。そんな感じの立ち回りでした。はい、じゃあ最後報酬狙い立ち回り紹介していきます。はい、じゃあ最後に報酬狙いの立ち回り解説していこうと思います。はい、このね報酬狙い立ち回りに関してはもう指定職をバンバン消していく立ち回りになっていて、でこのダンジョンっていうのがスコアカウンスト後もね結構美味しいの落ちるんですよ。だから周回する価値十分あるかなって感じ。キラーとか落ちるんでね、ソニアガチザラの場合はすごい美味しいイベントになってます。そんな感じのガチザラフィーバーですね、やっていこうと思います。まあ、このダンジョンのいいところとしては、今日始めた初心者でも周回できることかな。そう、あのパーティー固定なんで誰でも周回できるんでね、しかも一周1分ぐらいって考えたらキラー落ちたらうまさやばいよねって感じなんで、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。でね、立ち回りに関してなんだけど、まず最初はね盤面で指定色消していってください。今回の場合木なんでガンガン木消していきました。でその後はね右の表を見てもらえれば対応するスキル書いてると思います。今回は木なのでベルダンディとカエデが対応してますよね。なのでベルダンディとカエデ使って盤面消していけば OK です。でもその上で盤面に木ドロップが残ってる場合は必ず木消しておいてください。で最後カエデ打ってあげて、キー10個生成で勝ちですね。はい、こんな感じで組んであげれば OK です。めっちゃシンプルじゃないですか。指定色消していくだけでですね、これでめっちゃ簡単にクリアできて、1分ぐらいですかね、1分ぐらいでクリアできて、まあ、1分弱かな早いと。でまあプチナエルとか木の場合は遅延とかも落ちますね。で光の場合もいろいろいいやつが落ちて、火の場合に関してはもうめちゃめちゃ美味しいのが落ちるって感じになってます。もう立ち回りもめっちゃ楽ですしね。ちょっと最後光やりたいんだけど、まあいっか、いやちょっと光やりたいわ最後。まあ木もめっちゃ美味しくなってるんでね、やってほしいんですけど、最後光だけちょっとやりたいですね。光来るかな。まあ本当に右側の対応する表通りやってもらえればいいんでね、はい、そちらを参考にしてください。さあ来ましたね、最後光やっていこうと思います。はい、光に関しても立ち回りは変わらず、まず最初は指定色消してあげます。でサリア打ってあげて光消していきましょう。こんな感じかな。でこのね陣消す際はね、できるだけ盤面リフレッシュできた方がいいかな。よいしょ、こんな感じで光消してあげて、で楓打ちます。はい、
いや光全く打ってこなくなっちゃった。でもじゃあ一回ちょっと盤面整理してあげて、お光全く打ってこなくなっちゃった。どうしたんだろう。はい、 OK ですね。でラストを光消します。こんな感じで終わりですね。やってもらえれば OK で、で光の場合何落ちるんだろう。はい、おー P とかですね、そういう系が落ちるんですね。なのでまあ火、光、木、どれもめちゃめちゃ美味しいです。周回としてもねすごい効率のいいダンジョンなんで、まずは王冠狙いで頑張ってもらって、その後時間が余ればね、ぜひよかったら周回としても使ってみてください。そんな感じのガチャドラフィーバーでした。ということで今回はですね、ガチャドラフィーバーの立ち回りを解説させてもらいました。ぜひよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。